はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。東洋ピアノ製造、もうね、私の動画を隅々いろいろ見られてる方はもうご存知と思いますけども、アポロですね、浜松で今でもちゃんと会社がねある、あの手作りのピアノメーカーですね、この東洋ピアノはいろんなブランド名でピアノを出しておりまして、ローリーっていう、今から紹介するのはローリーっていうね、ブランド名になりますけれどもね、めっちゃいいピアノですよ。モールが入った赤いピアノ、赤いというかワインレッドのピアノですね。音色的にはとってもね、優しい柔らかい音がするんですね。ご覧いただきたいと思います。こちらです、ローリー。こんなスペルです、ローリーね、東洋ピアノって書いてるでしょ、ここにね。こんな感じです。結構ね、状態が良くて綺麗なんですね。で、足は猫足です。縦に曲がったタイプのね、がっちりとした猫足、モールが下のところに四角くね、このようについております。そして、このモールがね、すごく綺麗なんです。これ、こういうモール私は好きですね。こういうちょっとここが凝ってますね、クリッと曲がってる。で、蓋の上がね、とても綺麗ですね。あんまりね、傷のない、大事に大事にされたピアノかなーって気はしますね。ほとんど本当ないんですよ。綺麗です。擦り傷程度ですね。とっても状態のいいピアノですね。はい、そして、中を見てみましょうね。ロリ UL2ですね、139818というね、製造番号です。記録表によると昭和56年が最初の調律なので、まあ、その頃の、まあ、全盛期ですね。ピアノが日本で一番売れた年が昭和55年ですからね、もう本当に、もう隣がピアノ買えばうちもピアノと言ってた、こういう時代ですね。さて、どんな音がするのかな。優しい音ね。出てこないですね。こんな感じでしたっけ。なんとなくうろ覚えですけどもね、弾けるもんですね。まあコードちょっと違ってたような気がしますけど、カウンターラインコードですね、カノンコードです。コードをね、使ってますけどね、本当にあの名曲中の名曲ですけども、さらっとちょっとやってみました。急に今クリスマスでもないのに、急に弾いてみたくなりました。はい、ロリですね、音色的には優しい音です。ハンマーの調整をしたらもうちょっとクリアになるかとは思いますけどもね、すごく状態のいいピアノですので、こういうあったかい音のするピアノをね、探してる方、そしてこういう可愛らしいモールがついてるのがいいなって方ね、狙い目ですよ。本当に中古は1台限り、売れてしまったらそれまでっていうことですね。これ過去に多分初めてです、入ってきたのはね。なので、もう二度と手に入らないかもしれません。ご希望の方はお知らせくださいね。それではさよなら。